Vivian Entertainment Production。 今回は自家製ドライフルーツを使ったドライキウイチョコレシピご紹介します。まずは自家製ドライフルーツ作りから。ドライフルーツはチョコはつけずそのまま普段のおやつとしても楽しめます。今回は11月から4月が旬の国産キウイフルーツを使っています。キウイフルーツは皮をむき5ミリ幅にスライスします。キッチンペーパーで余分な水分を取り、クッキングシートを敷いた天板に並べていきます。そして砂糖を表面に振りかけていきます。こちらを100度のオーブンで60分加熱します。一度取り出し裏返していくと水分が出てきているので、ペーパーをのせ余分な水分を取り除きます。さらに30分加熱し、粗熱を取ります。少し加熱に時間がかかりますが、工程自体はとても簡単なので、ドライフルーツはお時間のある時に作っていただけたらと思います。加熱することでフルーツ本来の甘みもぎゅっと濃縮されて、チョコなしでもとっても濃厚な、ついつい手の伸びてしまう美味しさです。ドライフルーツをチョココーティングしていきます。チョコレートを細かく刻み、湯煎にかけ溶かします。チョコが滑らかになったらドライフルーツにディップしていきます。クッキングシートの上にのせ、仕上げに刻んだアーモンドとひねりつぶしたピンクペッパーを散らして冷やし固めたら完成です。今回のドライキウイチョコはコラム連載しているポケットページウィークリーにも掲載されています。ぜひお試しください。